はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は皆様にお家でね、簡単にお花を生けられる方法っていうのをお教えしたいと思います。今回使うのは中花3本だけです。まあ、ただね、これ赤バラ3本だけっていうと嘘になっちゃうんですけど、これに例えばこのグリーンを、ね、使います。アレカヤシ1本、もしくはブラスの1本、リキュウソウを少々、まあ、アランだったら2枚ぐらいですかね。もう1個こういうね、こっちもドラスナですけれども、こういうですね、ドラスナ2枚ですか。例えばね、こういうグリーンとこの赤バラ3本だけを合わせて、まあ、それぞれね全然形が異なって出来上がるんですが、で今日ね使う器はこの器を使います。これはなんでこの器を選んだかというと、割とこの円筒形状の器ってどこのお家にでもあるし、まあ、どこでもホームセンターでも買えるし、なんだろうな、お花屋さんでもたくさん買えると思うので、この器を選んでみました。今日はこの何の変哲もない器、まあ、もしかするとお仏壇なんかの前に、ね、飾ってあるかもしれない、使ってる器に似てるかもしれません。まあいいか、そういう、ね、どこにでもお家でもありそうな器を使って素敵なアレンジメントを作っていきます。では実際に制作をしていきましょう。どうぞ。はい、では実際にアレンジメントを始めていきましょう。まずこちらの器ですね。この器のこの辺りまで、ね、吸水性フォームを入れてあります。口切りまで入れてしまうと、こうフォームがね全部丸見えになってしまうので、少し低く、セットすることがポイントですね。では始めていきます。まず最初にこの赤バラですけれども、これね、ある程度こう葉っぱをね、まあ、処理しました。っていうのが、これ赤バラの葉っぱ、バラの葉っぱってね割と水揚げ悪いんですね。ですから、他の葉っぱ、先ほどあったような他のリーフで、デザインをした方が日持ちがします。そしてまあ変化もつけやすいので、今回はこうしてしまいました。まずはこう長いタイプのねデザインを考えていきます。でここでこう波乱をね、一番最初はまず波乱を使っていきます。波乱はこの刃先をね十分こう溜めて形を作って入れていきましょう。で今回はこの2本の線のラインからこうラインに添えるような感じで波乱を入れていきます。その次にこうもう1枚の波乱をね、今度は丸めて少しこう波乱にボリュームを持たせますね。こういう、でこれをホチキスで留めます。もう普通にご自宅にあるホチキスで大丈夫です。でこの今丸めた波乱をこう根元の方に入れます。このような状態ですね。はい、もう一本の赤バラをこのように短めに入れます。これでまず一つデザインの完成です。ちょっと寄ってみてみましょう。はい、では今度はこのね波乱を抜いて、このアレカヤシを
波乱の代わりに入れてデザインをしてみましょう。